文化放送の金プリ流瀬角の冠無理番組は継続、局幹部、スタイルも今までと変わらず。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。文化放送の定例社長会見が16日。 東京浜松町の同局で開かれ、局幹部が k n g ド p スの長瀬連二24の冠無理番組、k n g ド p ス流瀬角のレディオガーデン水曜深夜035が継続することを明らかにした。同グループは22日に平野市二26、神宮寺優太25、岸優太27の3人が脱退する。 グループが新しい形となる中で番組の行方について同局の村田武幸コミュニケーションデザイン部部長は引き続き放送を続けます。と明言。内容についても長瀬さんの一人しゃべりのスタイルも今までと変わらずご自身の話をしていくことは変わらないです。とした。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。